素敵、慶州語は、1987年11月2日から1989年3月17日まで、関西テレビで毎週月曜日く金曜17時18時に放送されていたバラエティ番組である。富士テレビの帯番組、夕焼けにゃんにゃんが1987年8月、一杯で終了したのを受け、関西テレビと吉本興業が、 この時間帯を使ってスタートさせた平日夕方の帯番組である。当時ナンバーグランドカ月内にあった NGK ホールからの公開放送。司会は K ・オサムが務めていた。1988年11月当時のスポーツ新聞の記事によると当時5%前後の視聴率を維持していたがほどなくして低下し番組は1年4ヶ月で終了した。 同時期に放送されていた毎日放送、4時ですようだは、吉本工業制作、公開性放送の帯番組、若手芸人中心の編成と共通項が多く、放送時間も、4時の放送終了直後の午後5時から、K 手が放送されていた。司会の K、おさむももともとは、4時にレギュラー出演していたが、本番組の開始に伴い交番、移動となっている。4時を収録していた。 震災橋筋に超目劇場と本番組を収録していた NGK ホールは徒歩15分程度の距離で出演の掛け持ちが行われており特に後期は番組の手こ入れのため4時のレギュラー出演者が多数軽手に投入された4時側も司会のダウンタウンが東京での仕事が多忙になり出演時間が減少していた事情から ケイシュに出演していた 130R や石田康氏などが4時に移動している。くしくも両番組は同じ1987年に開始し、1989年に終了している。ありがとうございます。